今年の正月言葉が出た。別に信じなくていいよ。で、言葉と字が出た。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。新しい年が始まりました。皆さんはそれぞれ今年の目標や夢を持って過ごされていることと思います。人間は夢や目標がないと生きられないのだと一人さんは言っています。衣食住が整っていてもそれだけでは生きられないのが人間だそうです。一人さんは同じ気持ちの気の合う人と仕事がしたいという思いを持っています。そして楽しい方がいいに決まっています。今回は夢や目標についてのお話です。またそれを一つ挙げて使命についても話されています。これを聞けば今年一年はもちろん、これから先の人生が面白いものになるでしょう。その面白い人生にこそ幸せと成功がセットになっています。年の幕開けにふさわしく、今年をもっといい年にするためのお話です。では最後までお楽しみください。私はアマテラス様が好きです。で、アマテラス様って何ですかって、太陽です。私たち太陽からエネルギーもらって、よく太陽と同じ星はいくつもあるって言うんです。でもね、ちょっと近すぎたら生命はないんです。ちょっと遠すぎたらもう今度寒くてね、生命ってないんです。月やなんかがずっと回っててくれるからね、地球って守られてるの。隕石やなんかね、ぶつかってこないのはね、王子様守ってくれてて、本当にね、絶妙のバランスがあるからね、地球って守られてるよ。生命っていうのはね、俺たちは昔海四股とか山四股とかって言ったでしょ。あれ四股っていうのはお日様の子供、死の子。私死と死が言えないからごめんね、枝っこだからね。海四股山、男の子は四股、お日様の子供だよ。締めって、女の子は何々締め、何々締め。締めっていうのは、お日様の娘だよって。日の、太陽ね。太陽とは生命のもとなんだよ。太陽ってすごい偉いの。みんな出ておいでとかって言わないの。好きなだけ当たんなっていう。中にはモグラみたく嫌だっつって潜ってんのもいるの。うん、もうメメズなんか当たると乾燥しちゃうからね。でもね、嫌がってるモグラもメメズもね、もし太陽が出なかったら大地は凍りついちゃうんだよ。だからみんなね、好きなだけ当たりなって、命のもとなの。それで集金しないの。ここが違うな。無償代だからね。朝出てきたからってね、太陽代取られるとか、それないでしょ。与えて与えて与えて、それで集金しない人。大好きです。この前ね、まあ、これ、霊がいるとかいないとかって信じられない人は全然信じなくていいよ。この前、どんこ姉さんのお店行ったらね、鍼灸師の方が来てて、そしたらなんかね、引っ越したらしいの。で、引っ越したらそこお客さんも来るけど、霊の通り道で霊がやたら来るらしいの。で、もう夜になると疲れてね、バタッと倒れちゃうぐらいね、霊が来るらしいの。それでも来てる時からもう疲れちゃって疲れちゃっていられないんです。じゃあ霊の落とし方を教えてあげるからね、やってごらんっていう。で、まず霊の落とし方なんだけど、簡単ですから覚えてくださいね。霊がついたら早く落としたいとか思っちゃダメなの。霊がついたらどうするかっていうと、ゆっくりついてなよ。うん、ね、これからうまいもん食うからさ、一緒に食べてなとか、簡単に言うと
浮遊霊で幸せだったやつっていないんです。浮遊霊で絶好調ですとかいません。名不平不満愚痴泣き言、それの塊みたいなんです。陰と陽は同居できないんです。こうやって光がついたら闇は消えちゃうんです。闇と光は同居できないんです。よく恋してるじゃない、あそこに霊がいた、怖い怖いって言ってる人いるでしょ。あれ霊感なんでもなんでもないよ、ただ霊に弱いの。だって怯えてるだけなんだ。捕まえてひどい目に遭わしましたとか二度と出られない体にしましたとかってそういうんじゃないよね、ただ怯えてんだよねって。私たち恐れ山やなんか行くんだけど、霊がつくとだんだん重くなってくるからつけとけよっていう、落としちゃダメなので、霊の見える人だと幸せだなとか、今日これからうまいもんでも食おうって言ってるとピュって成仏する、ちょうどホタルがヒュッと上がるように。それで自分についた霊がピュッピュッと一つ上がるたんびに、それが守護霊みたくなって今度守り出すの。よく恋してるじゃない、あの私はね霊感があっていろんな人の霊を取ってあげたおかげで自分がその人たちの因果を背負って病気になっちゃった。おかしくないそれ。だって人助けしたら病気になるんだ。そうだよね、人助けすると悪いこと起きんだ。そんなこと考えられないよ。一人ずつ調べてみな、助かってねえから。あんた助けたつもりになってんだよ、助かってないよって。だって人助けしたらいいこといっぱいあるもんね。情けは人のためならずつってね、浮遊霊って元は人間なんだよ。みんな神様から分け御霊って命もらってんだよ。それが帰ってこないやつがいっぱいいるんだよ。それを送り届けてあげると天の神様はすごい喜ぶんだよ。で、送り届ける方法は何ですかって言うと、幸せだなとか絶好調ですねとかって言ってると勝手に飛ぶの。それだけで飛んでったものがね、俺たちを今度守るようになってくる。だから飛ばせば飛ばすっていう、成仏させればさせるほど運勢が強くなる。それをくっついちゃったからって怯えて早く取ろう、中にはお払い行ったりなんかして、なおかつお金取られちゃって、でそれを教えてあげたら、その鍼灸師の人話聞いてるうちに元気になりました。で次会ったらね、いや最近いいですよ、お客さんは来るし霊は来るしね。そうね、鍼灸師さんだろ、お客さんはね治すらしいんだよね、で霊は成仏させるらしいね。ちょっとお客さんは治っちゃうし霊は成仏しちゃうし、すごくいいんだ。でだいぶ昔の話なんだけどね、うちの恵美子社長がね、大阪やんないかいって、お前大阪やってくれるかいって言ったらね、恵美子さんがね、北海道の方だから関西の人怖がるんですよ、いや北海道の人って東京まで出てくるけどあんまり関西まで行かないんですよ、なんか関西って怖いから私嫌だわって言うから、いやお前の方が怖いよとかって、まあ今心の声なんだけど。それでね、今心の声が出てしまったんだけど。ところがね、私ね関西よく行くから知ってんだけどね、関西の人たちってすっごい親切なの。あと東京で道聞くと、あっち行ってあっち行ってって言うでしょ、向こう行くと、どうやって教えたら分かってくれるかって、もう紙に書いたりね、連れてってくれたりね、本当にだからお前行ってごらんって言って行ったらもうハマっちゃって、本当にね関西の人って優しいねって言うから、優しいよって。
で、その時に、一番最初事務所探しに行ったらね、こういうね、なんていうの、白いね、なんか工場の跡みたいのが何棟もあって、そこがね、レストランになってるの。なんか手品見せたりね、なんかしながら食事食べるとか。で、そこでね、食事してたらね、写真を撮る人がいるの。ポラロイドカメラって知ってる？ビーって出てくるやつね、昔の。で、V サインなんか出してくれて、写真と、ご飯食べながら、恵美子さんとね、写真撮ったら、ビーってそれ出てきたの。で、こうやってしばらく経つとね、絵が出てくる。絵じゃん、写真が。したらね、俺の頭の上にね、骸骨が出てんの。いや、ほんとに。それでね、こともあろうに俺の頭かじってんの。いや、おかしいでしょ、それでね。その時ね、殿さ、骸骨出てるよって。いや、ほっときなって。かじってんじゃないの。離れたくないの。それでね、楽しくしてるといなくなっちゃうからね、成仏するからね、ただそれだけのこと。俺たちは、霊なんか怖がったこと一回もないの。で、なんかがついたら早く取りたい。だいたい疲れるってさ、俺たちはすがられるっつうの。あ、すがってきたから成仏される。だから同じ波動で暗い人にはぴったり取り付いちゃう。で、中にまで入られるやつを見入られるっつうの。見入られちゃっておかしな行動をしたりいるでしょ。でもあれも考え方変えたら治っちゃうんだよ。絶好調とか言い出したらまずいられないから。そういう天国言葉とかね、そういう言葉嫌いなの。ともかく被害者が好きなの。何でもかんでも被害者。不幸な人いるでしょ。不幸な人は全力で不幸になってるって知ってる？顔ね。不幸そうな顔してて、不幸そうな髪型。不幸そうな服の色。不幸そうなことばっかし言ってんの。人生にいいこともあったの。それは言わないの。嫌なことだけチョイスして。本当だよ。光もんつけなって。一杯のかけそばって話知ってる？知ってるでしょ？家族三人で、暮れに来て一杯のかけそばを頼むって言うんだけど、あれだって、ここに、キラキラする指輪ね、千円のでもいいから指輪でもしてて、こうやって開けた時指がギラギラっとしたらさ、なかなか三人で一杯つわくいかないよ。三人で一杯つわくいかないような人は三人で一杯食うような人生送らないの。三人で一杯が似合っちゃうような格好してっからダメなんだよ。いや、本当なんだよ。それで三人で一杯蕎麦屋で食うんだったら家で買ってきて食えばいいんだよ。そうすれば三人でたらふく食えるんだから、ね。本当はね、この霊の落とし方が話したくて絶好調とかいろんな話してくるのね。なんでかというと、いきなり霊の話して怖くあってしょうがないの。ところが絶好調とか幸せだなって癖がつくと何でもないよって、わかるかい？で、浮遊霊に大したやつなんかいないよ。よほどの人格者とか出てていない、いないんだよ。あんなもんに恐れをなすということ自体がおかしいよって。で、実は全国からいっぱいそういう相談が来るの。それでね、またいろんなとこ行くと脅かされるの。脅かした後必ず金取るんだよ。俺の場合タダだからね、一発で決めないと大変なの。
だからみんなは一発で取れる方、本当にこれで取れるんですかって、取れます。それと、たとえ病気になっても、絶好調だよとか、みんなのおかげで元気になってきたよ。あなたに神が奇跡を起こしたい人ですか？なんとか俺、女房の注目を集めたくてさ、こっち痛いんだよとか、あっち痛いんだよとか。それよりさ、お前のおかげで元気になったよとか、神が上で見てて、こいつに奇跡を起こしてやろうっていう人間だろうか。例のこともそう。取り憑かれたからこうなんです。ね？私、先祖のあれがこうでこうで。先祖いろんなやついるよ。本当に。だって親って二人いて、その上にまた二人いんだから、計算していくとほとんどよし、あの先祖だよ。いや、そういう計算になるんだもん。なんかその中にはね、人殺しもいりゃなんだ。だって、ちょっと前まで刀持って切り合いしてたんだよ。あれは、あれはああいう時代なんだよ。ね。で、それの因果書ってどうのこうのって、嘘だよ。いや、本当だよ。ね。それより、絶好調です。昔は昔で元気に生きてたの。今は今で元気に生きればいいの。最近、うちがパニウツっていうのを作って、これ普及したいんだけど、どうせだったら、今年の正月、言葉が出た。別に信じなくていいよ。で、言葉と字が出た。共にって言葉が出た。で、その友が、友達の友なの。ああ、友達って同じ心で、同じ仲間じゃない。だから、同じ仲間の、同じ気持ちの人と仕事したいな。で、これから先自分と気の合ってる人と仕事したいな。だからビジネスとして付き合うんじゃなくて、同じ人と付き合いたいな。売上がどうこう言うのよ、そう。自分が飲んで周りにの人を助けるだけでもいいんだ。いくらうんと売ってくれても、心が同じじゃなかったら、そういう人と行くよりも、共に歩ける人と歩いた方がいいなって。そんなこと思って、今、全国的に一人さんと一緒に歩ける人いたら歩こう。別に権利金もいらない、保証金もいらない。そんなのいらない。俺、お金持ちだもん。だからみんなで歩ける人と歩きたいな。で、楽しい方がいいよね。で、私仕事の話ってめったにしないから、仕事の話ってこれぐらいで終わりなの。はい、まだ下ろさないって顔してるから。私、自分の仕事を使命だと思ってるの。パニュース広めるの使命だと思ってる。で、みんなもね、私に付き合いなさいとかって話じゃないんだよ。よく、夢とか目標とかいろんなものを持つ人いるじゃない。私は持った方がいいと思ってるの。使命ならもっといいな。夢がない、目標がない、使命がないとどうなっちゃうんですか？世界で一番福祉のいい国ってありますよね。福祉が良くなればなるほど自殺者が増えるの知ってる？別に福祉してくれたら自殺って増えないように思うでしょ？ところが、国はお金はくれるよね。そのお金で細々とは食べれるよね。だけど夢はくれないよね。目標もくれないよね。目的もくれないよね。そうするとどうなっちゃうんですかって。自分はこういうことしたいんだ。何でもいいの。
そのことに向かって歩き出すとドラマが生まれるんだよ。わかるかい？人間って何でもいいから自分の夢を持ってエベレスト登るんだでもいいんですよ。純ちゃんみたく俺は上野の山に登るんだでも何でもいいです。もう何でもいいです。もう何でもいい。なんか目的を持って動き出すとそこにドラマが生まれる。ドラマがないと どうなっちゃうか。やってない映画館みたいもんなんだよ。いつまで経っても始まらない映画館にいるようなもんだ。テレビもずっと見てても映んないテレビみたいな。それをずっと見てると嫌になっちゃってさ、映画館から俺出ちゃおうかな。ね、もし映画館から出ちゃう、それが人生やめちゃって自殺しちゃうってことじゃないか。一つ自分のね、何でもいいの。使命って何ですか？夢ってさ、俺アメリカ大陸一周するんだ。これ夢だよね。それでもドラマはあるの。やってみるとこういうことに出会ってこういうことに出会って、だけどそれあんたの夢だよね。あんまり感動ってないの。人に聞かしてもああそうなんだそうなんだっていうようなものなの。ところが使命ってさ、人の役に立つことなんだよ。わかるかな。前ね、能登でね、船がひっくり返ってね、重油が流れちゃったことあんの。その時に一生懸命ね、真冬の海にボランティアで出かけた人がいるの。その人が重油を取ってたら、町の人たちがお身をつけてくれたりとか、本当に喜ばれることをすると使命感ってのが湧くの。だからそんなに遠く行かなくてもね、今私はファニューツヤなんかやってて、手紙みたいの来るとすっごい嬉しいの。自分のやってることが誰かの役に立ってんだって言った時ね、人ってね、すごく楽しくなるように神様が作ってくれてある。これから日本ってもう豊かになった国なの。おしんの時代に比べたら全然違うじゃない。で、この豊かな時にみんなが求めてるのは、自分が少しでも参加できる使命じゃないか。だから、うちの特約の人が使命感持ち、治ったお客さんが、小冊子でも配ってくれるの手伝ったりとか、そこにドラマが生まれるの。人間って食事だけ与えられたら生きられるんじゃないの。戦後はみんな自殺もしなかったってのはお腹減ってたの。食料を手に入れただけでドラマがあったの。買い出しに行ってもドラマがあったの。今ってドラマがないの。ご飯に対するドラマがないの。だから豊かになったからいいでしょって言うけど、ドラマがないの。それでテレビ出ると毎日いろんなドラマやってるけど、自分のドラマが欲しいの。やっぱし人のドラマより自分のドラマ。それでみんながひとりさんがいてくれてよかったとか、あなたがここの街にいてくれてよかったとか、お互いが感動できるドラマを作って、それでいい人生だったよって言いながらふるさとに帰るのが最高だと思います。どうもありがとうございました。感謝してます。夢や目標がない人生は映画を上映していない映画館のようなものだとひとりさんは言います。冷暖房がしっかり効いて気持ちのいい椅子が用意されていても、そこに映画がなければ映画館にいても面白いことはありません。
ただ座ってぼんやりしているのに疲れたら、そこから出ていく人もいます。夢や目標がない人生は、映画をやってない映画館と同じ。人間は衣食住を与えられても、それだけでは満足できず、自分だけのドラマを求めています。そのドラマの道しるべとなるのが夢や目標で、そこを歩いていく道中で出会うものにドラマが生まれます。夢や目標は個人的なものですから、自分にとってのいろんな楽しみや思いをもたらしてくれます。途中で出会うものや起きる出来事が心を動かすものであれば、そのドラマはますます面白くなるもの。それが人生です。ですがそこから一つ上がって、夢や目標がひとたび使命になると、このドラマはより素晴らしく深みのあるものになります。使命とは人の役に立つこと。最初は夢や目標からやっていたことで、他人から喜ばれたりお礼を言われたりしていると、使命感が生まれてきます。余暇を生かしてボランティアをやっていた人が、地元の人からたくさん感謝されるうちに、それが使命になっていくなど、人間というのは、自分のやっていることが、誰かの役に立つと思えた時に楽しくなるように神様が作ってくれています。仕事だから仕方なくやっているとか、誰かに言われて行動しているうちは、それは使命にはならず、楽しいと思うこともありません。それがひとたび自分が人を喜ばせられることがわかれば、どんどん楽しくなってもっとそれがやりたくなります。使命とはそんなもの。人間はそんな自分だけのドラマがないと生きられない唯一の動物です。夢や目標、そして使命があるから人間なのです。ドラマを歩くときにできることなら同じ気持ちの人と一緒にやりたいものです。気の合う仲間が一緒にいれば、ドラマはもっと面白くなります。人生はやっぱり楽しい方がいいのです。絶好調。幸せと常に言っていると怖いものがなくなります。浮遊霊や貧乏を怖がる人もいますが、それは被害者意識を持って怖いと思っているから。浮遊霊はそもそも不平不満を言っていた人の霊ですから、幸せや絶好調を教えてあげれば成仏します。そして成仏すれば、今度は成仏させてくれた人を守ってくれる存在になります。それから貧乏が似合う装いでいると、貧乏がやってきます。現状を貧乏と認定して、貧乏らしくいれば貧乏になります。そこから抜け出したいなら、現実ではなく思いに気持ちを寄せて、現状を楽しむことです。もし病気になったとして、くよくよしたり嘆いたりしていれば、病気は良くなることはありません。絶好調で、みんなのおかげで元気になったと明るく言ってください。そうすれば奇跡が起きます。神様が奇跡を起こしたくなるような人間になれば、本当に奇跡が起きるのです。神様は明るくて親切な人が好きです。そんな人でいれば、神様は必ず守ってくれます。私たちは絶妙なバランスで保たれた豊かな地球に生まれました。命の元である太陽は、私たちに無償の愛をさんさんと注いでくれています。この素晴らしい地球で楽しく明るく生きるよう、すべては神様が与えてくれているのです。ニュースを見れば暗い話題や問題でいっぱいです。そして周りでは不平不満を言う人もいるかもしれません。そんなものに飲まれているのはもったいない。自分の内側に目を向ければ、可能性も幸せもたくさん広がっていることがわかります。夢や目標を持てるのはとても幸せなこと。それがいつか使命になれば、もっと大きな幸せになります。そこに向けて歩く後ろに、素晴らしいドラマが展開します。そうやってどこにもない自分だけのドラマを作ってください。私たち一人一人が感動的なドラマを作るのです。そしていい人生だったとしみじみ思いながら、いつかふるさとに帰ることができたなら最高です。今年のあなたの夢や目標はどんなものでしょうか。内容や大きさは関係ありません。楽しく夢に向かってそれを育ててください。そうしていれば必ず幸せでいられます。
今年も楽しく明るく素晴らしい年になりますように。みんなで明るく元気に過ごしたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。